皆さんこんにちは。菅野元基と昔よく呼ばれたことありますけど、菅野直樹です。まあ名前というのはですね、まあその人にとってはね、体を表すとか、私の友人で早川守先生って方がいるんですけどね、英書の A で守なのに、趣味の種って書くとですね、菅野先生、私の漢字が間違ってますってね、言われるんですね。まあそうだなっていうふうにですね、まあ名というのはですね、神様から与えられたというよりも、まあ人が、つけた、まあ親が愛情を込めてつけてくださった、まあ直樹っていうのは、まあキリストに向かってまっすぐ歩んでほしいっていう、まあそういう意味だったと思うんですけれど、まあ例えばですね、マタイっていう人、その名前は神からの贈り物っていう、まあイエス様はですね、その名前を良しとされて、しかしそのマタイは主税人として、その贈り物である、その才能を神のためというよりも、まあ不正をし、また富んでる人から金を巻き上げる、まあそういうふうにこう使っていた。まあしかしですね、マタイは救われて、やがてその自分を表すとか自分のためではなくて、イエス・キリストを表し、イエス様のためにその人生を使う、マタイ福音書を書くだけではなくて、その生涯をそのように使った。まあケチだった男がですね、もう大盤振る舞いしてね、自分のお家を開いて、罪人やあるいは遊女や、また罪人と言われる人たちを招いて、そして、与える、もてなす人に変わった。もうまさにですね、名通りだ。まあ一方ですね、ペテロっていう人は、まあシモンでですね、揺れる足、これじゃちょっとダメだなって、じゃあしっかりした岩という名前、ペテロを与えよう。まあイエス様はですね、そのようにして良しとされる場合もあれば、また名前を変えてくださる場合もありますけれど、まあ、しかしですね、人にとってこう名前っていうのはやっぱり呼ばれるものですからね、そのように、なっていく、まあ、少しずつですけれどね、私もキリストに向かってまっすぐ、歩めるような、そういうふうにこう変えていただけたら幸いだなと、そういうふうに、思っております。まあ、皆さんはどうでしょうかね。イエス様の救いっていうのはね、そのマタイが変えられたように、ただ天国永遠の命だけじゃなくて、私たちの生き方、あるいは本来の使命に立ち戻れるように、イエス様はそのような変化も含めて私たちに救いとして与えてくださっている。天国行くだけじゃない、この地上でも人を変えてくださる。私たちはそういう弟子たちの姿を見るときにね、人はどこからでも変えられる、人は変えられる、そしてイエス様の姿にやがてなる、ここに希望があるんですよね。まあ私がこのままじゃね、やっぱりこう伝道者として、やっぱり、もっと用いられたい、そしてイエス様に似せていただきたい、皆さんもそう思いますよね。アメンでしょうか。イエス様はそのように私たちを変えてくださって、そしてその人生を通して、その素晴らしいイエス様を崇めさせてください、その変えられるプロセスで多くの人が救われるようにしてくださる。今日私たちがリバイバルということを信じ願う、その前にというか、それとともに私たちがリバイバルされ、今このコロナ禍の中でですね、私たち試練があるだろうと思いますけど、その中で変えられていく、そして用いていただく、私たちは今まだリバイバルではないと思いますけれど、そのようなリバイバルに備える時として、今日この祈りがですね、私たちを変えてください、そして用いてください。皆さん、そのイエス様がね、全部用いてくださって、そして、向こうからリバイバルを与えてくださるとともに、私たちの側でもですね、そのリバイバルを受け止める、才能が磨かれる、リーダーシップが磨かれる、あるいは、
人格が変えられていく、皆さんそういうですね、両面のリバイバル、そしてまず、私たちを作り変えてくださるその約束、それは決して努力じゃない、つながるなら、イエス様とつながるならその命が私たちに変化をもたらしてください。その、まず第一歩、そのリバイバルを、私たち自身のリバイバルを、リバイバルが私たちから始まると言いますけど、そのリバイバルを皆さん求めて祈りたいと思います。主を3回叫んで祈りましょう。3、はい、主よ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 、ハレルヤ。今日これから3月に入り、リバイバル祈祷会今年3回目を持たれますが、皆様ありがとうございます。このような恵まれた場所で祈ることができ、また今日は満席で皆様リバイバルを求めることができることを感謝いたします。昨日も今日も変わらないイエス様、しかし私たちは昨日も今日も変わらないイエス様に変わり続けて、そして栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられ続けていくことができることを心から感謝いたします。愛するイエス様、主よ、どうぞ私たちをあなたの姿に、そしてあなたにとどまり、あなたに愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、知性の実を結び、伝道の実を結び、義の実を結び、主よ、あなたの品性という実を結ばせてくださいませ。神様をお願いいたします。Oh.